では続いて流通というものを見ていきましょう流通って何なのかというのを、ね、簡単に紹介していきますが例えばまあ我々消費者は皆さんですよ皆さんが財とかサービスを購入する例えば欲しい商品をコンビニで、ね、コンビニに行って購入したりするわけですよね この商品を購入する消費者の手元にその商品が届くまでにいろんな過程があります。生産している人がいて、まあ、いろんな会社、まあ、業種を挟んで我々消費者の手元に届いてきているわけです。この流れがどうなっているのかというのをこの動画で見ていきます。そしてこの生産された商品が我々消費者のところに届くまでのこの一連の流れのことを はい。流通というふうに言うわけですよね。まあ、考えてみれば当たり前なわけです。なんか飲み物欲しいな、お茶飲みたいなと思った時に、お茶を作っている人のところにわざわざ行って、お茶くださいとは,はやらないんですよね。やっぱりお茶を作っている人がいたとします。そしたらいろんな過程を経て、我々のところに手元に届いている。この一連の流れ、これが流通です。そして、商品が流通するにあたって、その商品の流通を扱っている、まあ、会社、業種、まあ、仕事、 があったりすするわけで,すでそういうのを、はい、商業というふうに言うわけですね地理の勉強でもね農業工業商業と出てきたりしますよねそのうちの商業というのは、まあ、この商品の商ですね商品の流通を専門的に行っている仕事のことを商業なんていうふうに言ったりしますじゃあどういうものがあるのかをここから見ていきましょう はい。ということで、商品が作られてから我々の手元に届くまでのこの流れ見ていきます。二つ知っておきたい言葉があります。じゃあ順番に行きましょう。まず商品を作っている生産者の人たちがいるわけですよね。何が作ってますよね。で、この人が商品作りました。そしたら、我々がその商品を買うコンビニとかスーパーに直接届けられるのではなくて、 間にこれが挟まっていますよねこの業者何というかというとはい、卸売業者というふうに呼びますこの卸売業者はトン屋なんていうふうに言ったりします歴史とかで出てきたりしますよねこの卸売業者を挟んででいざスーパーとかコンビニとか我々消費者が行くお店ですよねこのお店のことを はい、小売業者というふうに言ってでお店に我々消費者が足を運んで,で飲み物とか食べ物とかあるいは文房具とかいろんなものを買ったりするわけですね卸売業者が商品をいろんな商品がありますこれをまとめて仕入れますで小売業者に販売しますでこの小売業者が商品をいざ直接消費者に販売して我々の手元に商品が届くとこういう流れなわけですね なんで、まあ、小売業者イメージつくと思います。こういうスーパーとかコンビニとかありますね。でもなんで、この卸売業者が必要なのこれ結構質問が出るので、簡単に紹介しておきます。例えばね、これは知らなくていい筋です。なんとなく聞いてくれれば構いませんが、小売業者、コンビニを考えてみましょうか。コンビニに皆さん行ったことありますよね。いろんな商品があります。あの、コンビニ1店舗で、どのぐらいの種類の商品があるか知ってますかね。これね、どのぐらいあるかというと、まあ、お店の規模にもよりますけど、 はい、大体一つのお店に2000以上の商品というものが置いてありますで2000個もの商品があってで自分たちが欲しいものを皆さん日々選んでるわけですですからこのスーパー例えばコンビニでいきましょうかコンビニでお店を開いている店員さんいますよね2000種類の商品を管理している必要があるわけですで今日例えばこのお茶がいっぱい売れたからこのお茶仕入れないなと仕入れないといけないなと思った時に 一個一個このお茶はこの生産者じゃこっちの飲み物は他の生産者じゃこのジュースはまた別の会社とかねこうやって連絡先が違うとやってられないんですよね2000種類もの商品をしかと管理することができないですねそれはちょっと難しいので じゃあ、間にこの卸売業者というのが挟まって、商品が何か欲しくなったら、とりあえずこっちに言ってくれれば、いろんな商品、ここでね、まとめて仕入れて管理してありますから。で、何か欲しいものあったら、とにかくここに連絡してくださいという、こういう業種が出てきたわけです。で、こういうのがあるからこそ、今日は、例えばじゃあ A と B と C、これね、ちょっと仕入れとこうかなと思ったら、ここに連絡をすれば、その欲しい商品がお店に届く。そして、 それを見て、消費者の皆さんが買うわけですね。で、こういうものがあるわけです。こうやってね。卸売業者というのがあったりする。まあ、この逆もそうなんです。例えばコンビニじゃあ全国にどのぐらいのお店の数があるかというと、これも知らなくていい数字ですが、はい、全国にコンビニだけで約6万ぐらいのお店があります。6万個ね。全国にコンビニがあるわけです。はい、お茶を作っている生産者がいました。皆さん生産者だと思ってください。 はい、全国の6万点に自噴のお茶を届けるこれこの生産者の人が全部やるのってちょっと難しくないですかお茶がちょっと必要だからうちに届けてくださいという連絡が6万ものお店から入ってきたらちょっと無理ですよねうまく回らないですよね。ということでこっちはこっちでそんなお店から直接連絡が来られるとちょっと 手間が増えてしまいますから、間に卸売業者が挟んでく挟んでおく、この卸売業者が入ってくれることによって、効率よく生産することにま専念できたりするわけですね。まあ、こういう意味でね。この生産者、小売業者、どちらもプラスのメリットがあるので、こういう業者というのが間に入っていたりするわけですね。まあ、ちょっとこういうのがあるんだということを知っておきましょう。はい、そしてまあ、このような流通過程を経て、我々の消費者のところに商品が届くわけですが、この流通。 いかに効率よくして消費者のもとに届けるかさまざまな工夫が行われているんです例えばということでまず一つ目例いくつか載せておきましたけどね例えばたくさんのお店を持っているチェーン店今例に挙げたようなコンビニとかスーパーとかをイメージしてくださいたくさんお店があるわけですたくさんお店があるから一括で仕入れますよたくさんうちのお店に仕入れますよ たくさん仕入れるから安く販売してよということをやります。はい。このようにね、一括で商品を仕入れることによって値段を安くしてもらって。で、安い商品を消費者に届けよう。まあ、こういう取り組みなのが行われていたり。あるいは、まあ、チェーン店の他に大規模な小売業者、例えばデパートとかをイメージしてあげましょうか。デパートに行って皆さん物を買ったりするわけです。 デパート、非常に規模が大きいです規模が大きいので普通のお店じゃできないことができますどういうことか卸売業者を通さず直接生産者のところに行ってうちのデパートで例えばこういう企画をやるのであなたが作っているこれね是非売りたいんですたくさん仕入れるからね自分たちに直接売ってくださいよという交渉をしたりするわけです大規模な小売業者は商品を生産者からね直接仕入れる つまり、卸売業者を挟みませんから、その分費用を安く抑えて消費者に届けることができる。こういう工夫が行われていたりもするわけです。それ以外にも、はい、例の3、最近登場しましたね。オンラインショッピング、まあ、ネット通販なんていうふうに言ったりします。オンラインショッピングは、流通の経路を短縮することができます。注文が何件入るのか、 ネットでで完結すす。るわけですつまりお店にこんなにたくさんの商品を常に置いておく必要だってないわけですこうやってねオンラインショッピングネットショッピングネット通販のお店を開くことによって流通を短縮化してお店を出さずに消費者に物を届けることができるようになっていたりもするわけです。 それからそれからこれちょっと言葉知っておいてほしいんですねたまに入試でも出てきます POS システムというふうに言いますこういうシステムを導入して、まあ、効率よく商品を販売する仕組みをお店などがね作っていたりします POS システムって何なのかというのを最後紹介して終わろうと思いますが例えばコンビニなどでもこの POS システム導入されていますコンビニでお茶欲しいなと思ったらお茶商品選んで 店員さんのところに持っていきますよね。で、レジでバーコードを通して、例えば100円だったら100円を皆さん支払いました。100円受け取りましたのボタンを押しますよね。そのボタン注目してほしいんです。コンビニの種類にもよったりするんですけど、そのボタン見てみると、はい、こんな感じでね、青と赤に分かれて、しかも数字がいろいろ書いてあるボタンがあって、そのどれかのボタンを押すと、 ガチャンとレジが開いたりしてるわけなんですよで男性女性で年齢層ですね12歳以下10代20代30代40代50代以上の男性女性か、まあ、どういう人が買いに来ているかを店員さんは皆さんの見た目を見てでまあ大体このぐらいだろうというボタンを押しているんですね例えば皆さんがお茶欲しいなと思って買いに行きましたそしたらまあ制服を着てると大体まあ10代ということで100円ねピーと。 このボタンを押したりするわけです。かまあ僕が行くとね、20代押されるか30代押されるのか、ちょっとドキドキしつつ、ピーッとボタンを押されたりするわけですねで。こうやってね、店員さんが皆さんの見た目を見て、年齢とか性別などを、この商品を販売する時点で、レジに打ち込むわけです。で、そのデータが集計されて、それが効率よい流通に生かされたりします。年齢、性別の他にも、例えば今の天気と、 ああるいは気温とかあるいは曜日こういうさまざまな情報っていうのを組み合わせて商品の売れ行きを独自に分析していますコンビニとかはね。で例えば「最近この飲み物がすごい売れてるぞどうもこの天気と関係しているぞ」と「じゃあ明日天気が晴れだからきっと明日もこの飲み物売れるだろう」というこういう分析をしてねで商品を管理している。明日きっと この商品売れるはずだから、たくさんこのコンビニに並べておこう。ね、そうすると、そういう飲み物が欲しかったら皆さんが来て、あ、このコンビニ、この飲み物あるじゃん、じゃあ買っちゃおうということで買ったりするわけですよね。こうやってね効率よく商品を管理したり、ま効率よく商品を作る、流通する、まあ、在庫管理する、こういう仕組み、こういうことができるのが、 ボスシスシテムだったりすするんですね、まあ、こうやってね、いかに効率よく物を売るのか、流通させていくのか、まあ、こういう開発などが行われていたりするわけですね。まあ、こういう仕組みになっているんだということを知っておいてほしいなと思います。